なのか皆さんに紹介していきたいと思います。お楽しみに。ここ鷹の巣里山キャンプ場は兵庫県宍粟市鷹の巣東小学校にあります。並行した小学校のグラウンドを利用したとてもアイデアあふれるキャンプ場になっています。さてさて、受付はどこかな。ありました。校長室の前が受付になっています。受付を済ませた後はキャンプサイトに荷物を運びます。荷物を下ろしたら車は駐車場にお願いします。了解です。駐車場は先ほど通ってきた道にあります。荷物を下ろした後はここに車を止めてください。シャワー室も完備されています。入り口には手指消毒用のアルコールも設置されていました。女性用のシャワー室をちょっと見てみたいと思います。シャワー室は男女に分かれていて、各3つずつシャワー室があります。とても清潔です。髪の毛一本落ちていませんでした。掃除が行き届いていて気持ちがいいシャワー室です。シャンプーやボディーソープも置いてあります。これは助かります。2番のシャワー室。3番のシャワー室。鍵もかかるし、とってもいいシャワー室です。ドライヤーまで置いてあります。助かりますよね。シャワー室の前を通って少し行ったところにトイレがあります。トイレが見えました。おっと、その前に棚にあるものは必要に応じてお使いください。ここにないものはお尋ねください。なんて優しい、とっても嬉しいサービスです。忘れ物をしても安心して過ごせそう。こちらには洗濯機も用意されています。さてさて、トイレに入ってみましょう。こちらのトイレは男女兼用になっています。水洗の和式トイレと水洗の洋式トイレ。トイレもきれいに掃除が行き届いていて、とても清潔感がありました。
トイレを済ませた後はこちらで綺麗に手を洗ってくださいね。トイレの横に階段がありました。図書室と書いてあります。たくさんの本がいっぱい並べてありました。ちょっと上がってみましょう。こちらにも手指消毒用のアルコールが置いてあります。図書室到着。たくさんの本が置いてあります。階段の途中にアウトドアの本もたくさん置いてありました。キャンプをしながら雑誌を見る、楽しいひとときが過ごせそうです。なんとなんと、この鷹の巣里山キャンプ場、トイレがもう一箇所あるんです。門を入ってすぐある建物の扉を開けると教室がありました。その一番手前にあるのが便所。男子便所と女子便所に分かれています。こちらのトイレも掃除が行き届いていて、とても清潔でした。トイレがきれいだととっても助かるんですよね。汚れたトイレは使いたくありません。大きな角を持った鹿さんがお出迎え。ここが洗い場になっています。この洗い場も掃除が行き届いています。黒くなる洗い物、こちらでは焦げたものなど黒いものを洗ってください。そしておっと、こちらにも鹿さんが。鹿さん、こんにちは。お世話になります。こちらが簡単な洗い物の洗い場、流し台、シンク用のスポンジも置いてありました。いろいろな道具を持っていなくても大丈夫。そんなことは気にしません。だってここにはレンタルだっていっぱいあるんです。とても心強いキャンプ場です。洗い場の横にはたくさんの薪がありました。そしてこちらがピザ窯になっているようです。ここではピザも焼けるんですね。食べてみたい。洗い場の横を少し入ったところにゴミ置き場があります。分別するのを忘れずにマナーを守ってゴミを捨ててくださいね。あきりからのお願いです。
鶏小屋がありました。中を覗いてみると茶色い鶏がたくさんいました。クク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 クケココ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 、いらっしゃい、コケココココココ。鶏さんも歓迎してくれているようです。鶏だけではありません。こちらの水槽を覗いてみるとたくさんのメダカがいました。お皿たち、どれでも50円、5つで200円。水穂先生が好きそうなお皿がたくさん並べてありました。ここで購入ができるようです。お金はこの中に入れてくださいね。キャンプサイトは0番から6番まであります。今回ルーク堂は1番サイトの藤棚ポールサイトを使わせてもらいました。こちらの5番サイトは水場サイトになっています。水が使えてとても便利ですが、洗剤は使わないでください。いろいろなサイトがあって、どのサイトにしようか迷ってしまいますよね。今回1番サイトにテントを建てた時の風景を皆さんにご紹介してみたいと思います。シルビアさんが頑張ってテントを建ててくれるので、皆さんご覧くださいね。
今日の夕食はうどん。お鍋に野菜をいっぱい入れてうどんを煮込むだけ。ちょっと手抜きすぎじゃないですか？そんなことは気にしません。美味しければいいんです。それにこのうどん美味しいだけじゃないんですよ。体だってポッカポカに温まるんです。美味しそうでしょ。夜は気温が下がってとても寒くなりました。こんな時には焚き火。あー、あったかい。焚き火の火に癒されて、ルーク店長もアキリの膝の上ですやすや眠っています。ルーク店長、焚き火っていいですよね。焚き火の火を使って豆炭をいこしました。今日の夜は豆炭で足元もポッカポカです。トウモロコシも焼いてみました。そのまま食べても美味しいトウモロコシ。焼くともっともっと美味しくなるんです。おはようございます。豆炭あんかのおかげで夜はぐっすり眠れました。あー、お腹が空いた。朝ごはんお願いします。シルベアさんが目玉焼きとソーセージを焼いてくれます。目玉焼き上手に焼けるかな。
朝食の準備ができました。シルベアさん、お疲れ様でした。いただきます。この食パン、自動販売機で売られている生食パンなんだそうです。キャンプに来る前にいただいたものを持ってきました。生で食べても美味しいし、こうやってトーストして食べてもすごく美味しい食パンです。ごちそうさまでした。ありゃりゃ、ルーク店長脱走です。突然走り出しました。ルーク店長、どこ行くんですか？まだまだお仕事は残ってますよ。シルビアさんがお友達にいただいたキャンパー専用サバ乳麺、お昼はこれをいただきます。お昼ご飯を待つ間、ルーク店長はお昼寝です。ポカポカ日和で自然に目を閉じてしまいます。気持ちいい。そろそろサバ乳麺が完成したようです。初めて食べるサバ乳麺、どんな味なのかとっても楽しみです。半分に切ったサバを乳麺の上にポンと乗せる。出来上がり。このサバ乳麺、本当に美味しかったです。お釜を使ってご飯も炊いてみました。ご飯にふりかけをかけるだけのシンプルな料理です。でもそれが美味しいです。え？白ご飯にビール？そんなことは気にしません。昼間から飲めるこの幸せの方が大事なんですね、ルーク店長。カレーだって食べちゃいます。まだまだ食べます。次は卵かけご飯。醤油で味付けをした卵かけご飯の上にネギをのせて、魔法のスパイス、ほりにしをトッピング。ほりにしを入れることによって味がもっともっと引き立つんです。普段はこんなに食べないのに、キャンプに来るとお腹が空いて仕方がない。これもリラックス効果なんですかね。鯉のぼりが泳いでいます。とっても気持ちよさそう。アキリもその横に並んで泳いでみたい。気持ちよさそうなのは鯉のぼりだけではありません。小さなキャンパールーク店長、ぐっすり眠っています。ルーク店長もキャンプが大好きなようです。さっき昼ご飯を食べたとこなのに、甘いものが食べたくなりました。シルビアさん、美味しいコーヒーをお願いします。あっという間に夕食の時間。キャンプは食べてばっかりです。体重が増えるんじゃないかと
ちょっと心配ですけど、そんなことは気にしません。いっぱい食べたいと思います。それがキャンプのいいところ。ご飯もそろそろ炊き上がりそう。ご飯にお肉を乗せて食べる。これが何とも言えない美味しさなんです。あー、キャンプって最高。そしてやっぱり夜もお酒をいただきました。キャンプ最終日は雨。雨音を聞きながら過ごす時間もとっても良いものです。楽しい時間はあっという間に過ぎてしまいました。本日もルーク堂に来ていただき、皆様誠に誠にありがとうございました。それではまたね。今日の短歌キャンプ。ブランコや滑り台あるキャンプ場、花子さんも仲間に入れて。ブランコや滑り台あるキャンプ場、花子さんも仲間に入れて。